モンマスは、ウェールズ南島に古くからある町。モノウ川とワイ川の合流地点にあたり、イングランドとの境から3キロメートル足らず、カーディフから北東に約5 8トルロンドンから西に約2 0 4キロメートルのところに位置する。モンマスシャーの一部であり、国会議員選挙区の一つである。2001年の統計では、人口8877人。 かつては、ブルスティアムというブリタンニア時代の小さな砦出があり、1067年以降に、ノルマン人がモンマス城を築いてから後、町が形成された。モノオバシという中世の石造りの橋は、同じ様式の橋としてはイギリスで唯一現存する、ものである。モンマス城は後に、ランカスター朝のものとなり、1387年には、 ヘンリー五世生,生誕の地となった。1536年にモンマスは、モンマスシャーの主婦となった。モンマスは後に、YK 国の中心地として、観光名所となり、また市場町ともなった。現在のモンマスは、周辺の田園地帯にとって、買い物とサービス業の中心地であり、教育と文化活動の拠点として機能している。 また A40 ロードでニューポートと接続し、M50 モーターウェイでロスオンワイと接続する。マンマスの名はマノマウスを縮約したものである。モノウ川のマノは、ウェールズ語のマインニュイがアングロサクソン風に変化したものである。また、ウェールズ語では、もともとモノウの口を意味するアベルミニュイと呼ばれたが、17世紀までにはモノウの街を意味する。 トリファインニュイとなった。モンマス考古学会がものをストリート沿いに行った発掘調査によって町ができた頃に関する多くの知見が得られている。イギリス考古学評議会はモンマスを考古学上イギリスで十市に入る町としている。モンマスの最初の定住者として知られるのはブルスティアムに築かれた小さな砦の古代ローマ軍である。この鳥は ローマ支配の最前線上に築かれた軍事拠点の網の目の一つであり、ローマ街道によってより大規模なローマ都市のグルビウムとイスカオーガスタに通じていた。考古学者たちは現在の街の中心部で古代ローマの陶器とコインを発見している。ローマンブリテン時代の後期2から4世紀の終わりにかけてモンマスは近傍のゴバミアムとアリコニアムと同じく 鉄鉱石と木炭を使った鉄鉱生産の中心地となっていたようである。モンマス城。一部は現在も連帯本部及び博物館として使われている。モンマス帽のオリジナルとして唯一現存する16世紀の帽子。モンマス博物館で展示されている。古代ローマの支配が終わると、この地域はウェールズのエアギング王国の南端となった。 モンマスで定住が続いたことの唯一の証拠は、7世紀にあったという教会の記録である。この教会が、町のどこにあったかはわからないが、ウェールズの聖人、カディックに捧げられたものだった。1056年、この一帯は、ウェールズの王子グリフィズ・エーピール・ウェリンによって、蹂躙された。彼は、ウェールズ人、サクソン人、レーン人の軍を率いて、ヘレフォード博。 ラルフ・ザ・ティミッドを破り、北方2 9トルのヘレフォードにある、サクソン人の町を略奪した。1066年のノルマンコンクエストの後、ヘレフォード伯爵領は、ノルマンディ・ブルタイユのウィリアム・フィッツ・オズベルンに与えられた。彼は、ウィリアム一世にとって、最も忠実な同盟者の一人であり、この一帯を、ウェールズ人から防衛した功労者だった。新たに、 モンマス城が建てられたが、これにより堅固な拠点から周辺地域へ目を光らせ、また農作物、木材、鉱産物といった、この地域の重要資源や都科行動を統制することが可能になった。当初の城は、モッドベリーで作られたようだが、後に石造りとなり、時代を経て補強、拡張されていった。町は周辺へと広がってゆき、 1075年頃には、ベネディクト会の召集動員が設立されたが、これは、ウィリアム・フィッツ・オズベルンの息子ロジャーデ・ボラトイが、失脚した後にモンマスの領主となった、ブルトン人のウィサノックによるものである。1100年頃に生まれ、ブリタニア列王子を表したことで最も知られる、修道士、ジェフリー・オブ・モンマスは、この召集動員で暮らしたことがあるかもしれない。モンマスは、 ドゥームズデーブックに記録されており、それ以降も発展を続けた。モノーストリート沿いに初期の自治有土地保有太陽が発達し、川の西側、オーバーモノーの郊外が12世紀には発達し始めた。その頃の小門類には、町における鉄の取引、鉄鉱石と木炭を使った火事場の存在が記されている。火事場からは大量の燃え殻が出され、それらは、 建物の基礎に使われた。オーバーモノ王のシンダーヒルストリートの名は、この頃に付けられたものである。ヘンリー三世及びその支持者たちと王の権力を厳じようとした貴族たちとの間で、騒乱が起こった時期、モンマスは、モンマスの戦いの主戦場になった。この戦いで、ペンブルック博、リチャード・マーシャルの部隊が王の軍勢を破っている。その後、 ヘンリーの息子であるエドマンド・クラウチバックは1267年にランカスター博となった後に城を拡張している。1300年頃には死壁が築かれ物を橋が要塞化された。この橋は現存して今は歩行者道となっているが要塞化された橋としてはイギリスで唯一の例であり、同様の橋はヨーロッパでも三例しかないと言われている。 エドワード2世は、妻のイザベラとその愛人のマーチ博、ロジャーモーティマーによって廃位された後、短期間、モンマス城に遊兵されたことがある。14世紀半ば、ジョン・オブ・ゴーントと,とブランシュ・オブ・ランカスターの結婚により、城と町は、ランカスター家のものとなった。ジョン・オブ・ゴーントは城を補強し、グレート・ホールを付け加え、この城は、ランカスター家お気に入りの居城となった。 1387年、メアリー・ド・ブーンが、ジョン・オブ・ゴーンとの孫を産んだ。それは、父親のヘンリー4世が近くへ狩猟に行っている間、モンマス城の門楼にある女王の間でのことだった。この王子は、ヘンリー・オブ・モンマスと呼ばれた後、ヘンリー5世として王位についた。彼は1415年のアジャンクールの戦いを、モンマスの長久兵たちの助けを得て勝利した。 モンマスとヘンリーの縁は、町で、第一の、タウンスクエアとなる、アジンコートスクエアの名で、またシャイアホール正面のヘンリー像で記念されている。14世紀以降、モンマスは、ウール製、モンマス棒の生産で知られるようになった。しかし国境近くの町として、アースクや、グロスモントといった、周辺地域が1405年頃、エングリーンデュアの、 同調者によって攻撃されて荒らされ、モンマスの繁栄に影が差すこともあったが、モンマス自身が攻撃を受けることはなかった。ジョン・スピードが描いた1610年のモンマスの地図。1536年、ヘンリー・パッセイは、ローズ・イン・ウェールズワクツを課した。これにより、国境付近の領主たちの権限は廃され、イングランド及び、ウェールズの統治は一元化された。 西グロスタシャーとヘレフォードシャーを包括する新しいシャイアが制定され、モンマスはその主婦となった。同時にモンマスはイングランド議会に議席を得て修道院解散令により、小修道院は解散させられた。1605年、ジェームズ一世は特許状によってモンマスに町としての地位を認めた。そこには次のような申し付けがある。 これより末長く、平和かつ平穏な街とバラを、模範たる悪を遠ざけ前に報いる地に保って、ジョン・スピードが1610年に制作した地図に描かれる、モンマス城から目向き通りのモノオストリートが伸びて、橋に至る明確な中心線を持った街のレイアウトは、現代の住人にも容易に認識できるものだろう。モノオストリートは、典型的な市場通りであり、 中頃は、道幅が広く、両端は、家畜が逃げ出さないよう狭くなっている。モンマススクールは1614年に、ウィリアム・ジョーンズが設立した。モンマス城は、イングランド内戦の間に3度持ち主が変わり、オリバー・クロムウェルは1648年に、チェプストー城を奪い返し、ペムブローク城を包囲する、途上で、この城に立ち寄っている。 内戦が終わると、モンマス城は破却されたが、町は、繁栄を続けた。1673年に建てられたグレートカッスルハウスは現在、イギリス陸軍最古の連隊である、モンマスシャー王立公平連隊の本部になっている。シャイアホールは1724年に建てられ、地方裁判所として、また建物の下の部分は、店舗として使われていた。 18世紀末には、モンマスは、ワイツアーを楽しむ観光客が集まる、中心地となっていた。これは、ロス・オン・ワイ、グッド・リッチ、ティンターン、チェプス島その他の美しい名所が揃った、ピクチャレスクで知られる、風光明媚なワイ渓谷を船で周遊するという、ものだった。詩人のウィリアム・ワーズ・ワース、サミュエル・テイラー・コール・リッチ、ロバート・サウジー。 画家のジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーもこの一帯を訪れている。シャイアホールにあるチャールズ・ロールズの蝶像・ネルソン帝徳は1802年にモンマッスを訪れている。彼はイギリス海軍の艦船建造に使う木材の供給源としてこの一帯の森林の重要性を認識しており、また海民ヒルの近くに彼を記念する海軍連動を建てることに賛成した。 1840年、モンマスのシャイアホールで、チャーティズムの信奉者のジョン・フロスト、ゼファナヤ、ウィリアムズ、ウィリアム・ジョーンズが処刑された。彼らは20人が犠牲になったニューポートの反乱で外観罪に問われ、イギリスで首吊り、内臓をえぐり4つ先の刑に処せられた最後の例となった。この刑は後にバンディメンズランドへの流刑に変更された。 1857年から1883年にかけて、モンマスには4つの鉄道が通じていた。すなわち、コールフォード・モンマス・アンスク・ポンティプール鉄道、ロス・モンマス鉄道、ワイ・バレー鉄道、コールフォード鉄道である。これらは、すべて1917年から1964年にかけて廃止された。 19世紀末から20世紀初めにかけて、モンマスは、郊外のザ・ヘンドレに今日構えたロールズ家と縁があった。チャールズ・ロールズは1904年に、フレデリック・ヘンリー・ロイスと共同で、自動車製造会社のロールス・ロイスを設立したが、1910年に、飛行機事故により32歳で他界した。アジンコート・スクエアには、彼を記念した彫像が置かれている。 サンマリー協会には、巡洋艦、モンマスで戦死した乗組員の記念物が置かれている。モンマスは1914年11月1日、チリ沖のコロネル沖海戦で、ドイツのシャルンホルストとグナイゼナウにより、全、乗組員諸とも撃沈された。協会は、慰霊祭を毎年行っている。モンマスの名を冠したイギリス海軍の艦艇は7隻、あり、 現役のものとしては1991年に収益した23型フリゲートがある。モンマスは20世紀のほとんどの間、比較的落ち着いた、歓声な小さな町であった。旅客鉄道の便は1959年になくなったが、1966年に新しい A40 ロードのバイパスが町を通ることによって、 道路事情が格段に改善され、後ほどモンマスは高速道路網とつながった。これらの道路網の改善が、街の発展をもたらし、郊外地域が、ワイカワとモノウカワを越え、以前の街の中心から南東、西、北へと広がった。洪水に見舞われた、モンマスのオナストロードモンマスは、レボン期の旧赤色砂岩の一帯にある。ここで、ワイカワは、 支流のモノウカワと合流し、そのすぐ南でより細いトロシー川が、西から、ワイカワに流れ込む。すぐ南で、ワイカワは峡谷に入って、動作岩と石炭機の石灰岩を削り込む。街は北、東、南を、樹木の生えた丘に囲まれている。それらは、バックホルト、ウッド、カイミンヒル、ザグレーグであり、西側は、より緩やかな起伏が波打っている。 町の中心自体は、ワイ川とモノウ川の反乱源に挟まれた低い三脚に位置しており、深刻な洪水に何度も襲われてきた。町の南北にある湿地牧草地はそれぞれボックスホールフィールズ、チッパンハムと呼ばれており、全体としてはまだ開発が進んでいない。モンマスの気候については、沿岸の影響を受けるセバーン川川口と、 さらに内陸のより寒冷で乾燥したミッドランズの中間にある。近くにあるロスオンワイ気象台によると、日中の平均最高温度は1月に摂氏7.3度、7月に摂氏22.0度であり、年間日照時間は1504時間、年間降水量は706ミリである。モンマスのそばにある A40 ロードは中央分離帯を設けた高速道路であり、 サウスウェールズのニューポートで M4 モーターウェイに接続し、さらに、ロスオンワイで M50 モーターウェイに接続する。これにより、ウェストミッドランズのウスターの南で M5 モーターウェイと接続する。かつて A40 ロードは、町の中心を通っていたが、1966年に、ワイカワとの間にバイパスが作られた。町の南では、 ジブラルタルヒルの下を短いトンネルが通っており、YK 国沿いに北東方向へ続いている。街は A466 ロードによって、南はチェプス島、北はヘレフォードに繋がっている。定期運行バスはヘレフォード、ロスオンワイ、コールフォード、チェプス島、ニューポート、アバーガベニュー、それぞれとの間で運行されている。モンマスに近い主な空港としては、 66km 離れたブリストル空港、79km 離れたカーディフ空港、193km 離れたロンドニヒースロー空港がある。1964年以降、モンマスに鉄道は通っていない。モンマスの主要駅だったかつてのモンマス・トロン駅は、鉄道網の一部としての運用が終わった後も長い、合場。 石炭集積駅かつ重量物輸送車の基地として使われていたが、現在はすでに解体され、グロスタシャー・オリックシャー鉄道のウィンチカム駅に移築された。モンマスのその他の駅としては、町の中心からワイカワを隔てた対岸に建てられた、ロスモンマス鉄道のモンマスメイヒル駅がある。これは、鉄道網の一部としての運用が終わった後も長い、相モンマス製材所。 ガス工場として利用された。モンマスは、1996年に定められた22のウェールズの単一地方自治体のうちの一つであり、モンマスシャー衆議会によって統治されている。役場は2012年までは、クンブラインの黒いスワカイリオグにあったかつての偶縁とカウンティホールに置かれていたが、現在ほとんどの職員は、アースクとマゴーの事務所で働いている。 モンマスは、ディクストン選挙区として4名の衆議会議員を選出する。現在、その4名はすべて保守党である。モンマスはそれ自身の長議会も持っており、4年ごとに16名の議員が選出される。1724年に建てられた、アジンコートスクエアのシャイアホール。巡回裁判所、指揮裁判所の法廷が開かれ、1840年の 有名なチャーティズム裁判の舞台となった。モンマスは中世には町長と選出大義士を持っており、ヘンリー6世から最初の検証を授かっている。モンマスシャーカウンティが成立した後、モンマスはハンドレッド・オブ・スコンフスに入れられた。1835年のミューニシパル・コーポレーションズ・アクトの後、モンマスは町長、助役、議員からなる。 バラ議会を選出した。1974年にこれは廃止され、モンマスはより広いモンマス自治区の一部となった。この自治区は1988年にモンマスバラとなり、1996年までは偶ンとの合地区のうちの一つであった。1536年、モンマスは英国議会に初めて議席を持った。この時は、 モンマスとして1議席、モンマスシャーとして2議席だった。17世紀末までは、この3議席を選ぶ有権者は、モンマス、ニューポート、アースクの名誉市民権を持つ住人だけであり、1832年のリフォームアクト以降は一般にモンマスバラが、その選挙区とされた。1918年のリプレゼンテーションオブザ・ピープルアクト以降、ニューポートはそれ自身で、 国会議員選挙区となり、モンマスは新しいモンマスカウンティ選挙区に組み入れられた。その後の選挙で、モンマスは、モンマス選挙区の一部となったが、選挙区の境界は何度か変更されている。ここから選出された著名な国会議員としては、実業家のクローショーベイリン、財務大臣、保守党党首のピーターソーニクロフト、ジョン・ストラドリング・トーマスがいる。近年は、ほとんどの場合、 保守党が議席を占めている。現在の議員は2005年に初当選したデビッド・デイビスである。ウェールズ議会の選挙においては、モンマスはモンマス選挙区の一部であり、現在の議員はニックラム勢である。欧州議会においては、モンマスはウェールズ選挙区に含まれる。モンマスシャーは、ウェールズのカウンティもしくは自治領とされているが、 1535年から1542年のローズ・イン・ウェールズ・アクツはその点で例外をもたらした。すなわち管轄がコート・オブ・グレート・セッションズ・イン・ウェールズでなくウェストミンスター裁判所になったのである。教会に関しては1836年までモンマスはスランダフ教区でなくヘレフォード教区教区に含まれた。これらの例外によってモンマスは ウェールズでなくイングランドの一部であるという認識が広まることになったが、ウェールズのほとんどの法律は、ウェールズ及び、モンマスシャーという一説を使って、モンマスにも適用される。1914年のウェールスチャーチアクトの後、ウェールズ成功会は1921年に、モンマス教区を定めた。1949年、モンマスシャーは、ウェールズ省の前身である。 ウェールズモンマスシャー議会の下に置かれた。モンマスを統治上ウェールズの一部としてみなすかどうかは、1972年のローカルガバメントアクトがモンマスシャーをウェールズの一部とすることで最終的に明確化された。モノオストリート。古くから街の市場が置かれ、現在は主要なショッピング街となっている。1918年のモノオストリート。 モンマスは当初、製造業よりは、市場庁及び農業の中心地として発展した。初期の発展で、羊毛産業が重要となり、15世紀以降は、編み物やフェルトで作られた有名なモンマス棒の生産中心地となった。歴史的に、モンマスは、鉄とブリキの生産も行われており、製紙と穀物加工も行われている。モンマスには重要な加工があり、 ワイ川に沿って倉庫と埠頭があったが、それらは A40 ロードのバイパス建設のため取り壊された。現在のモンマスは、市として第三次産業と観光の中心地であり、道路の便の良さによって、ウェストミッドランズ、サウスウェールズ、ブリストルのより大きな都市へ通勤する住人も増えた。モンマス地区通商会館は、町の商業の流星。 発展の維持を象徴する建物である。街には様々な全国チェーン店、独立店があり、その多くはモノオストリートにある。スーパーマーケットとしては、ウェイトローズ、コーポレーティブフード、マークススペンサーフード、アイスランド、リドルがある。街には様々な種類の銀行もあり、また独立店のカフェやレストランも多くある。 丸石を敷いた歩行者道路となっている、チャーチストリートには、工芸品店、書店、昔からの青物商薬局、コーヒー店、レストランがある。2005年以降、モンマスは、フェアトレードタウンになっている。市場は、モノオ橋の近くで、定期的に開かれ、アジンコートスクエアの歴史的な市場外で開かれる、こともある。街の中心部には、 非常に多くのパブがあり、具体的には、オールドナグスヘッド、クイーンズヘッド、パンチハウス、グリフィン、グロセスター、ビントリー、キングスヘッドホテル、スリーホースシューズ、グリーンドラゴン、ガテホーセといったものがある。2001年の統計によると、モンマスの就業人口比率において比較的大きな割合を占めているのは小売り、卸売業、教育、不動産業である。 逆に製造業、行政機関で働く人口は少ない。職業群で見ると、経営者、専門職の人口は多く、事務職、単純労働の人口は少ない。2001年の統計によると、モンマスの人口は8877人である。内訳は、15歳以下が1760人、16から29歳が1227人。 30から44歳が1687人、45から59歳が1849人、60から74歳が1386人、75歳以上が968人で、ある。年齢の中央値は42である。モンマスの人口は1961年には5504人だったが、2001年には8877人となり、 40年で61%増加した。1614年に設立された私立中等学校のモンマススクールオールドディークストン、ロードにはモンマス総合中等学校があり、1600人の生徒が在籍している。カイミンビュー、オスバストン、オーバーモノオーには公立小学校があり、ほとんどの地域に幼児学校と初等学校が置かれている。 インデペンデントスクールには、モンマススクールとハバーダッシャーズ・モンマススクール4、ガールズの2つがある。モンマススクールの出身者には、政治家のコリン・モイ・ニハンとデレク・エズラ、国際的ラグビー選手のエディ・バトラーとジョング・ウィリアム、障害飛び越し馬術競技者のデビッド・ブルームがいる。またモンマススクールでは元、ラグビー・ウェールズ代表かつブリティッシュアイリッシュ。 ライオンズ所属のラグビー選手ジョン・ベバンが現在、教鞭を取っている。ウェールズ語の教材で教育を受けたいと望む、セカンダリスクールの生徒は、ポニープールのアスコールジャイフン・グウィンリューに、バスで通学している。ウェールズ語の親子参加型グループとして、マディアード・イズゴーリアン・ミトリン参加のサイル・コエド、TIA ・ファイ・トリファインニューイがある。コレッグ・グウェントはそのラーン IT センターで、 短期講習を開いている。モンマスの保健医療サービスは、ウェールズの国民保健サービスに組み込まれており、アナイリン B 番園生局が提供している。モンマス病院は2006年に閉鎖し、今の医療サービスは、ドライブリッジハウス隣の PFI 病院である、モノーベール統合医療、社会介護施設が提供している。2001年の統計によると、住人の74.2%が、 クリスチャン 16.、16.7%が無宗教である。マイノリティとしては、ムスリム、シク教と、仏教とが、各々0.2%いる。モンマスには、複数の教派がそれぞれ教会を持っている。ウェールズ聖公会のモンマス教区群にあるサンメアリズ、小修道院教会は、毎週定期的に礼拝を行っている。この教会は、1075年頃に、 ベネディクト会の小修道院として設立された。修道院解散令によって1536年に廃墟となったが、1737年に教区教会として再建され、1882年に再度全改修された。この教会の先頭は、町の外からも、また町の中でも人目を引きつけるものである。この教区群のその他の成功会の教会には、 オーバーモノーのサントマス・ザ・マーター教会、そしてミッチェル・トロイ、ウォナス・トバックホルトの各教会がある。モンマス教区は、ウェールズ聖公会6教区のうちの一つであり、その大聖堂は、ニューポートのニューポート大聖堂である。ウィエシャムとディクストンの教会は、ウェールズ域内にあるものの、イングランド国教会のもとにあり、ヘレフォード教区に入る。サンメアリズ・ローマン・カトリック教会は、 宗教改革以降初めてウェールズに建てられたカトリック教会であり、その後1778年のペイピスツワクトによってカトリックへの風当たりは弱まった。19世紀には何度かの拡張工事が行われている。モンマスメソジスト教会はその外観と内装の建築学的特徴で知られる。モンマスバプテスト教会は1818 18年に設立されたが、 現在の建物は1907年に建てられたものである。ウィエシャムにはクリスチャンフェローシップ教会がある。今も使われているウェールズ最古の劇場サボイシアターモンマスの小さな歴史的劇場兼映画館のサボイシアターはチャーチストリートにあり、今も使われている劇場としてはウェールズで最古のものと考えられている。モンマスにはまた2004年に開館した。 ブレイクシアターがある。地元の劇団、楽団には、オフセンターシアターカンパニー、マンマスオペラティックソサエティ、マンマスコーラルソサエティ、そしてイギリス最大の楽団の一つであるメルルン、ソサエティがある。モンマスシャー賞は1919 19年以降、伝統的に毎年8月の最終火曜日に開かれるが、その歴史は1857年まで遡ることができる。 それ以前、町には1790年代に作られた農業組合があり、そこでキ引き競争が行われていた。モンマスシャー賞は、農業にまつわる1日限りの祭事としては、ウェールズ最大のものであり、350以上の出展がある。モンマス音楽祭は9日間にわたる入場無料の催しであり、1982年から毎年開かれている。また、 モンマス・プジン祭も定期的に開かれている。毎年5月にはボートレースが開かれ、サンデイビービズ財団によるイカダ競争も毎年行われている。モンマス博物館は、かつては、ネルソン博物館といい、ネルソン帝徳にまつわる最大コレクションの一つである。これらの品々は、チャールズ・ロールズの母にあたるガタくプジンから譲る、された。また、 ここで展示されている16世紀のモンマス坊は現存する唯一のオリジナルである。連帯博物館は小規模ながらグレートカッスルハウスの中に1989年に開設された。モンマスはフランスのカルボンヌ及びドイツのバルトブロンと姉妹都市関係にある。マーケットホールには町議会のオフィスとモンマス博物館がある。 モンマスは、サッカークラブのモンマスタウン FC の本拠地であり、現在のところ比較的順調に運営されている。現在は、ウェリッシュフットボールリーグ2部に属し、ブルスティアムストリートのチッパンハム運動場を使用している。街には水泳プールがあり、また、総合中等学校のところには、レジャーセンターがある。街の外縁には18ホールのゴルフ場が、 またザ・ヘンドレにロールズゴルフクラブがある。モンマスはまた、ワイカワで活動する、モンマス想定クラブの本拠地である。クリケット、ボーリング、ラグビーのクラブもある。モンマスはここ200年にわたり、観光の中心地ともなっている。モンマスは、ディーンの森とワイ渓谷に近い。街中の名所としては、城、博物館、そして、ビジターセンターがある。 シャイアホールが挙げられる。この一帯はまた、ウォーキング愛好者にも好まれており、チェプストからノースウェールズに至る、長い遊歩道のオファスダイクパス、街の中を通り抜ける、Y、バレーウォーク、という二つのルートがある。モンマスは2012年に、モンマスペディアというプロジェクトを立ち上げ、QR コードを用いた、QR ペディアを対象物に重複して利用者が、ウィキペディア記事に、 アクセスできるようにした。このプロジェクトによって、モンマスは世界初のウィキペディアタウンと呼ばれることがある。ヘンリー5世、モンマスゆかりの人物として以下が挙げられる。オックスフォードで主に活動した司教であり、ブリタニア列王子を表したジェフリー・オブ・モンマスは1100年頃にモンマス一帯で生まれたと考えられている。 ハートフォード博であり一時は、イングランドの統治者となったギルバート・ドクレアは1295年に、モンマス城で没した。エドワード2世は1326年に短期間、モンマス城に遊兵されている。ヘンリー5世は1387年にモンマス城で、生まれ、1415年のアジャンクールの戦いに、勝利した。 イエズス会の僧侶フィリップ・エヴァンスは1645年にモンマスで生まれ、殉教者となった。郊外にあるロックフィールド・スタジオでは、1975年にクイーンがヒット曲ボヘミアン・ラプソディを、1995年にオアシスがミリオンセラーのアルバムモーニング・グローリーを録音している。街に住む音楽家デイブ・イドモンズは、 20年にわたりこのスタジオの常連である。その他、過去、現在の住人としては、詩人かつシンガーソングライターのジェイク・サッカレー、歴史家かつテレビ解説者のソウルデイ・ビッド、先生術知らっセル・グラントがいる。ありがとうございます。